マジ止めた。デラック14グラム。やっぱね、言ってた通りなんですよ。ローアプローチで攻めれるので、こういう今取水ポンプ何面かしてらっしゃったんですけど、結構何層も低くつけてあって、でコースコースをね微妙にこう今変えながら行ってきてたんですけど、そしたらやっぱね切りましたね。だからこれがスピナーベイトとかだとアピール強いから1投2投で終わっちゃうところが、これだとね結構魚の見切らせ、まあ、見切りにくくできるんで、まあ、これがねボディサイズがちっちゃいエンジョイベイトの、まあ、一つの魅力ですね。はい、 OK。 おっきたよ、カーブホール、カーブホールで飲んでた。もう一度 OK。 おいおいおい、カーブホールで来た今度。 OK。 おっ、こういうね、ほんと小技が効くんですよ、ほんとに。で、まあ、ボディサイズが小さいから、まあ、ちょっと体積も広くてちょっと振りっぽいバスなんですけど、まあ、しっかりこうやって口の中に入って、なんとかこの針一本でもしっかり口の中に入って、食わせることができる。これはね最強の武器ですよ、ほんとに。ハゼ系まだ使ってないんで、デラックはもうデラック出るから、デラックは丸飲みや今度。うぅはい、きたきたきた。ほらほらほら、バイト多いでしょこれしっかり丸飲み。お、くたか、くた、くたよ。ほんとバイト多いな、やっぱ。おぉ、連発。ほら、魚打ち出すとね、冬っぽいところでリスタンドホールで、もうサイズとはですね、まあ巻くだけで、あ、バスの、ほら食った、ほら来たよこれ、おれ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 、デラックデラックデラックだ、ほらもうえらいことになってきましたね。7グラムでっかこれ、やっぱりの来たこれ、うわほら、デラックれますねだからデラックなんですよおっしゃ、まあまあエンジョイベイトと言いますけど、こんなんも来ますよ。はいマジ最高これおし、やりました、デラック。